とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。アイテムがまたいっぱいいっぱいになりましたね。イベント装備が出るんで、それで多分、アイテム欄がいっぱいになりやすいんじゃないかな。ということで、今日も古代狩り、3周行きましょう。あまりにも、古代人出ない場合は、もう1周追加で。行きます。行くぞ。出ました出ました。冬の勇者来てくれよ、頼むから。雲がね、雲の巣がダメならもうここ狙うしかないんだ。行きましょう。あ、天候ついてる。そうだった。あとは頼んだ。あー、やられた。なんでた。あー、スローか。いらないね。相方さんは、フロストアーマー。おぉ、当たり当たり。いいね、俺もそういうのが欲しかった。よし、いいとこ来た。いいとこ来た。で、ちょうどもう一人、入ってきましたね。バブルバースター頼むよ。行くぞ。バブルバースター、4本目が欲しい。あー、違った、亀か。亀。これが亀、相方さんがバブルの弓。で、今入ってきた方が、なんだ?バブル。みんな外れか。次に期待。あ、無敵が出た。あ、おー、なに?一瞬で倒した。あ、そうか、バブルでか。バブルで倒したか。いい感じに敵が集まったところに、バブルぶち込んだね。で、良質な力の弓。心奪うものか。おお。まあまあワンチャンある。おお、大丈夫か。溶岩に落ちたな。それでは一周目おしまいでーす。なかなか良かったんじゃない?うん。出たものは別としてね。で、おおおおお。外れ。ダメです。よろしくない。次。輝くローブ。あ、なんか、コメントでね、2回ぐらい来たんだよね。輝くローブの入手場所。基本的には、お店で見ていった方がいいやつは出やすいと思います。ただ入手したいならば、火山だね。火山が結構早く周回できるので、あそこ結構おすすめですよ。締める、エコーか。エコーいらないな。闇の刀もともとが弱い。いりません。次。重力。いらないな。おお!ちょうど俺金が今9999だ。なんか縁起がいいぞ。いりません。ミステリー。ダメだね。はい。2周目行こう!おお、ここが来ましたね。次こそは、冬の指先で決まりでしょう。行くよ。ほい。冬の指先。あー、やば。やばい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 。やべえ。完全にやられた。誰か生き残ってるか。あー。しょうがないしょうがない。あと2回あるし、いけるでしょう。こいつあれだな。変更ついてんだよね。めちゃくちゃやりづらい。ちょっと矢が飛んでこない場所を選んで攻撃していきましょう。俺のね、バーストボーストリングついてるからどうしても攻撃しちゃうんだよね。雪の弓。おお、冬の指先。いいな。一人当たりが出ましたね。それでは2周目おしまいですね。見てみましょう。よし。どうだ?救兵。ダメだね。誕生終焉もよろしくない。うん、よくない。これ強いのかな、あれ。全く強さを感じないんだけどね。呪いの斧。いりません。次。お、冬の指先が来てるよ。冬の指先。
どうだ、ダメか、ダメだ。エンチャントが、一つもいいものがついてない。大外れだね。いりません。次。ハープか。ハープもね、今ね、なかなかいいやつ見つけたんだよね。マルチショットと浮遊攻撃がついてるやつがあって、それなかなか使えるんだよね。2周目、ダメっぽいですね。はい。では、ちょっともう、夕食の時間なので、夕食を食べて、3周目、行きましょう。よし、なかなか珍しいやつが、いきなり出てきたね。巨人か。エンダーマンがいるから、ちょっとめんどくさいんだけども、まあまあ行きましょう。あ、待て待て待て、危ねえ。倒した、全部倒した。わーっとエンダーマンがいた。終わり。よしよし。でもバーストクロスボウか。ということは、こう、汚れが出るっていうこと？まあちょっと欲しいっちゃ欲しいね。珍しい。無敵だ。いいね。無敵は、防具いいの出すから嬉しいんだ。でもどう倒すか。まあまあまあ、なんとかしよう。とりあえず、周りの雑魚を、おお！バブル！さすがやね。バブルで一撃でいけた。そうかそうか。いや、周りの全員倒して、密着して倒そうかと思ったけど、そんなことすることもなかったね。また来ました、無敵。いいね。さっきノーマル品だったけども、今回はちょっとフルプレート、来てくれ。もう一発でいけるっていうのが分かったからね。余裕ですよ。あー、いけなかった。いけてない。雑魚敵を巻き込めてないんだな。ちょっと待って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 、早い早い。無敵めちゃくちゃ早い。ちょっと待って、 OK。 懐に入り込んだ。 OK。 あー、でも対面がついてんのか。ちょっとこれきついよ。ちょっと待って、これあたりでいくか。ちょっと対面ついてるのきついな。普通に削りきれない。これでいけるっしょ。これならいけるはず。いやー、しかし硬いね。外れかい。外れかい。はい、ということで3周終わりました。まあまあぼちぼちだったんじゃないですか。結構いい感じだったと思います。最後なんかいいの来てくれよ。違う。これも、あ、悪くはないけど、まあ、いらないね。防御特化だな、これは。で、これはいらない。覆われた怒り、邪悪な村人特攻。えらいなやつが出たな。いらないね。これはいりません。斧いらない。不安定は、あ、ダメだな。クールダウンないし、雷フォーカスもついてない。まあ、影化中の追加の魂が得られる。これはね、すごくいいんだけど、影カバンにするってなると、ちょっと火力が足らないかな。次、エンターテイナーいりません。フレイル。いらない。この絵いらない。あ、全部外れだね。ダメです。じゃ、出たやつ、見てみましょうか。ノーマル品多めですね。プレートアーマー。幸運2がついてるけど、いりません。こっちのプレートアーマーは、おお、幸運3。いやー、でもいらないな。これ、下が、雷フォーカスついてるんで、一つクールダウンついてれば、ありではあったけども、まあ、いらないね。プレートアーマーはね、ダメージ軽減ついてるからめちゃくちゃいいんだよな。結構好きな防具。いりません。で、亀。いらないね。はい。スノー。
ダメ。いや、本当にノーマル品しか出てないね。いりません。で、最後。良質な力。よくないね。火力特化みたいなのもできそうなんだけど、ちょっとオーバーチャージがついてないので、ダメだな。はい。ということで、今回も、ダメですね。なんだろうな、厳選しすぎなのかな？いやいや、そんなことない。やっぱりもう、厳選しすぎぐらいの、ステージには入ってるはずだもんね。だから、やっぱりなかなか出ないんだと思います。ここは、あ、ちょっと待って、これ、夜の棒、これありじゃない？アーティファクトチャージついて、クールダウンショットあるでしょ。あ、これは使えるやつだ。で、真ん中を、まあ、連鎖反応でもしとけば、そこそこ役に立つんじゃないかな。あ、これ買っとこうか。おうおう、俺は使わないけど、このクールダウンショットの弓が欲しい人には、これあげれるね。これプレゼント用にちょっと、買っときます。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。